西日本豪雨災害から1年。秋山さんが、ジェットスキーで救助活動を行った、当時のエピソードを紹介させていただきます。7月7日の朝8時ごろ、仕事をしていた秋山さんの元に、友人の森下さんから一本の電話がかかってきました。真備町の友人の三沢さんが、自動販売機の上で孤立しているから、何とかして助けに行くことができないだろうか。この時すでに真備町は冠水し、大勢の人が被災していました。堤防の決壊場所からの流水は続いており、さらに水位が上昇している危機的状況です。その話を聞いた秋山さんは、三畑さん所有のジェットスキーが整備のため、たまたま会社に置いてあることを思い出しました。秋山さんはこのジェットスキーを使えば助けに行くことができると思い、所有者の三畑さんにジェットスキーを貸してほしいと伝えたところ、三畑さんは、救助に使うならいいよ、と、心よく貸してもらうことができました。秋山さんはジェットスキーを牽引してすぐに現地に向かいました。通常なら30分もかからない場所でしたが、通行止めや渋滞が発生しており、連絡を受けてから現地に到着するまでに、2時間ほどかかっていました。土手付近に車を止め、ジェットスキーを準備しようと車を降りたところ、近くにいた警察官の方に、危ないから立ち入らないように、と言われ、秋山さんは、友人を助けるだけだから、と警察官の方に伝えると、警察官の方に、救助するなら自己責任で、と言われたので、素早くジェットスキーを用意しました。冠水した街並みは、1階部分が浸かった家や、2階の屋根だけが出ている状態で、言葉では言い表せないような凄まじい光景が一面に広がっていました。ジェットスキーの運転も細心の注意を払って慎重にしなければならず、とても大変な状況でした。その状況の中をジェットスキーで通りかかると、屋根の上で孤立し、救助を待つ被災者の方々が、こっちも来てくれ、と救助を求めて来られました。周りを見渡すと、孤立した人が大勢おり、これは放っておけないと思った秋山さんは、後で必ず救助に来ます、と伝え、友人の元へ向かいました。水没寸前の自動販売機の上に立っていた、友人の三沢さんと奥さんの2人を発見し、ほんの10分程度で無事に救助することができました。当時の三沢さんの状況。避難勧告が発令されたので、夫婦で車に乗って避難していましたが、迫り来る洪水によって走行不能になり、近くにあった自動販売機の上に2人で緊急避難したそうです。乗ってきた車はその直後に流されてしまいました。手持ちのスマホを使って SNS などで救助を呼びかけてみましたが、助けはすぐには現れず、4時間近く経った頃に、水面を颯爽と走ってくるジェットスキーを1台発見しました。こちらに近づいてきたので、よく見ると秋山さんでした。どうして秋山さんが？と、最初は驚いたのですが、森下さんの救助要請によって、来てくれたのだと分かり、これで助かったと安堵したそうです。自動販売機冠水まで残り10センチもありませんでした。いつ救助に来てくれるかわからない状況で、泥水に囲まれ、さぞ不安だったことでしょう。ジェットスキーで土手まで帰り、救助した友人の三沢さんを降ろしていると、周りにいた住人や消防団員の人から、こっちも助けて、と、次々救助要請が来ました。警察官の方や消防団の方々の話によると、屋根の上などで孤立した被災者の方々を救出したくても、方法がなくて困っているとのことでした。秋山さんは引き続きジェットスキーで救助活動を行っていましたが、調子の良かったジェットスキーはだんだんパワーがなくなり、スピードが出なくなってしまいました。どうしたのかと確認すると、スクリューにゴミが絡まっており、取り除きながら動かしていましたが、ついにはビニールが絡まって動かなくなってしまいました。近くに浮いていた棒切れをオール代わりに使って漕いで、岸までなんとかたどり着きました。助けを待っている人がまだいたので、泥水の中に潜ってスクリューに絡まったビニールを手で取り除き、再びジェットスキーを動かし救助を続けました。水面にはプロパンガスのボンベや流木、家財道具など様々な浮遊物が浮いており、プロパンガスやガソリンのような匂いが充満してとても危険な状況で、いつもの楽しいジェットスキーとは大違いでした。途中でガソリンが切れかけたのですが、そのことを周りにいた人に告げると、消防団員の方が自腹でガソリンを買ってきてくれて、何度か給油を繰り返して救助を続けることができました。自衛隊が15時頃に到着し、これでやっと帰れると思ったのもつかの間で、ここには民間救助がいるから大丈夫だと思ったのか、自衛隊は他の場所に救助に向かいました。秋山さんは、これではまだ帰れない、と思い、救助を続けることにしました。まだ多くの人が、
家の2階や屋根の上に取り残されており、岸まで運んでいると救助に時間がかかりすぎてしまうので、近くの頑丈そうな4階建てマンションにピストン輸送することにしました。これで、効率よく救助することができ、気がつくと約120人の方を救助していました。泥水で水面下は視界ゼロ。途中で給水タンクの上に乗り上げたり、看板に引っかかったりしましたが、なんとか無事に救助が続けられて、その場を後にしたのは日が傾きかけた19時過ぎのことでした。救助を終えたジェットスキーは傷だらけになり、最後は動かなくなってしまいましたが、今回の出来事を知ったヤマハ様が、無償で修理してくださいました。ボロボロだったジェットスキーは、現在はこのように綺麗な状態になっています。救助活動当時、被災者の方々に名前を聞かれた秋山さんは、全く名乗りませんでした。危険を顧みずこれだけ多くの人を救出して、名乗らず去る秋山さんの人柄が素晴らしいです。真のヒーローだと、私は思います。